折り紙動物園でございますけども、随分と回を重ねてまいりました。皆さんも様々な動物見たと思いますけども、1匹だけ、まあ、1羽だけちょっと違和感のある動物が混じっていたことを皆さんは覚えてらっしゃるでしょうか。答えられた方はほぼいないと思いますけども、ハチドリです。キツネを折ろうとした結果、うっかりハチドリができちゃったという、折り手としてはあるまじき行為があったんですけども、まあでもせっかくできたんだからということで動物園仲間入りしていました。ただ他の動物が増えるに従って、どんどんそのクオリティの低さが際立ちまして、一時は動物園を脱退という事態に陥りました。ですから今回ちゃんとハチドリ折りたいと思います。空中折り紙を当たり前のようにやらされてますよ僕ね。あー、ピンセット使いたい。おお、成長したな。ハチドリってちゃんと折れますかね。意外と難しいんじゃないかという気が。くちばしもこう、まあ、密をするために進化していて、まあ、躍動感っていうんですかね、この前回よりこう、まあ、翼を大きくして、はい、しっかりこう確かに前回半分竜の年越えでしたからね。はい、それではですね、鶴の基本形から鳥の基本ですね。わかりました、はい、もはやあのついに鶴橋さんが説明しなくなってきましたけどこうでしたっけ、はい、あ、そうです、はい、そうでした。ちょっと、すいません、いけます、いけます。ちょっと師匠も厳しくなってきました。だんだん実は僕ね、鶴ちゃんと折れないんですよ、よく考えて。今鶴より先に青海の人が折っちゃったから、だいぶ順番逆になってる。北垣さん、怖い報告なんですけど、はい、やや味付けのり感出てきてますよ、これ。え？この紙ちょっと古めの紙じゃないですか、多分。ちょっと、様子を見ながら慎重に慎重に行きましょう、はい。でもね、本当その紙の新しい古いが折ってて感じるようになりました、なんか。したらですね、一旦上に上げた紙を片側だけ下に下ろします。こういうことですね、はい、ううす。今度縦に半分に下ろします。あ、ちょっと雑な名前、確かない。はい、角1枚ピラピラあるやつを上に上げる、はい、わー、これちょっと難しいな。こちらの線の方に向かって羽ばたいている。あー、でもなんかすでにハチドリの躍動感が出始めましたね、もう。おお、なんかもう外形はできてる。できましたね。ハチドリかオムバッタかどっちかぐらいの感じです。いや、いいですよね。先にじゃまずくちばしを細く折ってから玉を作る感じでいきましょうか。いきますか。はい。なんか本当いつしかこの空中折り紙を当たり前のようにやらされてますよ僕ね。こうじゃなくて複雑になればなるほど平坦に畳めないまま折り進めなきゃいけない。いや、まさにそうですよ。今待って畳めませんもん、すでにもう。ここでですね、まあ、一角でもやったくちばしを細くするやつをやりたいんですけど、覚えてますか。忘れるわけありませんよ、そんな。ちょっと羽折りたもういった。待ってくださいね。これは細かいな。あー、ピンセット使いたい。でもまあなんかでも、まあ、なんかでもできましたね。もうできてます、できてます。また蓋で折っていただいて、頭を何でしょう、両側からこう段折りというか、あー、なるほど。かぶせる感じですね。かぶせる感じに通じてる今話が。こういうことですね、つまりね。そういうことです、そういうことです。やっぱなんか初代ハチドリよりも成長したな自分が。伏せる感じですよねって言って、多分今のこの動画を当時の自分が見たらちょっとキモいと思うんだろうな。そしたらですね、まあ、オバネですね。オバネ僕はこの前でいいと思ってましたこれ、まあ、ちょっと折り込んであげたくらいの方が。ちょっと折り込む。これはもっと普通に折り込めばいいですか、はい、もう。わあ、めっちゃリアル。やっぱ違いますね、本物。はい、両側から潰してあげるような感じにして。もうとことんリアルにこだわりますね。確かに8畳のお手ちょっとね、やめたい感じがありますからね。まあこういう感じ。あっナイスクオリティ。いやー、もう色も含めて完璧だ。こうやってホバリングしながらね、こう。ちょっとごめんなさい、一時脱退したあの元八畳さんが、いや、こう見るとやっぱ全然違う。まあ
彼がこれに今転生したと言いますかね。ですから見事こうここから進化しましたよね。新ハチドリ完成しました。素晴らしい。というわけで新ハチドリ、この折り紙動物園に仲間入りです。美代子の躍動感、本当に折り紙に不可能はないと感じる、そんな回だったと思います。ぜひまた次もお楽しみに。ジップジップ、コメント、高評価、チャンネル登録ぜひお待ちしています。全国の生き物好き、折り紙好きの皆さん、ぜひ一緒に見ていきましょう。